こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日も、ジャン・ジャック・ルソーの社会契約論の続きを解説していきます。今日は66ページ第 2編の第8章です。この崇高な理性は普通の人々の手の届かないところにあるが、立法者はその理性の決定を不死の者、神々の口から出た者のようにし、そうして人間の思慮によっては動かし得ない人々を神の権威によって引っ張っていったのであるということです。前回お話ししましたけども、立法という仕事の中には両立しがたいように見える2つのものが同時に見出されると。それは人間の力を超えた企てと、これを遂行させるための無に等しい権威ということですね。日本であればそれは、菊と刀の第6章に書いてある日本人によれば法に従うということは最重要の恩義、すなわち公恩を返すことに他ならないという言葉があるんですけども、法を守らせるというのは非常に大変なことですよ。私昔何度かお話ししたことあるんですけど、小学校4年の時の先生、男の先生だったんですけども、学校にミニ四駆を持っていきたいという子どもの要望に応えて、ルールを守って休み時間決められた場所で走らせるなら、持ってきていいよって言ってくれたんですね。だけど、そのルールが守れなかったら禁止するって言って、マジかと思って、でみんなミニ四駆持ってきたんですよ、学校に。で休み時間廊下走らせてたんですよ。他の教室の生徒はびっくりしますよね。羨ましがってましたけども、案の定授業中走らせるやつがいて、授業中じゃねえか、掃除の時間かなんかがすぐ禁止になりましたね。子供は約束が守れない、ルールを守れないから、結局自由を与えられて禁止されるっていうね、飴とムチですよこれ。私すごいそのことが印象に残っていて、その先生はその後、結構偉くなったみたいなんですけども、指導力のある先生だった、校長先生にもなってたんですけども、子供心には守れないんだって思いましたね。自由が与えられても子供の力では法を守ることは難しいと、自分たちの自由を確保してくれる法を守れないんだと思いました。でそれは民主的なプロセスで、これこそ戦後民主主義教育、自分たちでルールを作って自分たちで守るってことですね。国民主権が立法権ですよね。国会に代議士を送って立法するってことになってますけども、その手続きが面倒くさくなってきて、結局専門の高級官僚に法案作らせて、大して審議もせずにどんどん国会通しちゃってるっていうのは今の現状だとは思いますけども、でも実際は一応枠組みとしてはですよ、国民一人一人が法を立法すると、話し合ってね。でも最初に立法する人ってやっぱ天才じゃないといけないってことですね。国を作る時の法を作る人っていうのは、これは日本ではやっぱ天皇陛下の権威を使って、守らせたってことですね。天皇陛下には万分の一もお返しできない恩義があるんで、我々はお国のために働かなきゃいけないと、ルールを守んなきゃいけないと、天皇の御心を休んじるために、法を守るっていう、そういう意識ですね。でこれはどこでも最初の頃はそうだったと。とりあえずこの後、イスラエルとかね、イスラエルじゃないや、モーゼの作った新しい国とかね、マホメットとか、みんな神の権威によって国を作ってるんですね。国を作ってるっていうのは 法体系を作ってると、元はね。だけども、ルクルゴスみたいに実権は持たなくても法だけ作った人もいるわけですね。またあるいはカルバン、市民権は持ってないけどジュネーブの市民社会の礎を作った人いると。
ということです。で、そういう人が現れるんで、現れて、近代というか古代にもいたのか。まあでも多くの場合は神の言葉を使って統治するってことをやってたってことですね。私、最近折口信夫の、日本芸能史六講って本、講談社学術文庫から出てる、まあ短い講演録見たんですけども、まあ、まれびと信仰ってなんですね。まれびとっていうのは、お祭りの起源っていうのは、お座敷の宴会だったと。で、宴会の上座に空席にしといて、そこに神様が来るっていう体にして、みんなでご飯食べて踊りを見せたりするわけですよ、神様にね。で、それによって、まあ、そういう主演が、個人的なごくプライベートなお酒の場が、やがてお祭りになってったと。で、お祭りになると、他の呼ばれてない、招かれざる、土地の非常に格の低い、妖怪みたいな霊たちもわさわさ集まってきてしまうから、本宅でやると面倒くさいから庭でやるようになると。どっかの神社の境内でやるようになるとか、そういうことらしいんですね。で、それは何のためにやってるかっていうのは、一つは鎮魂だと。人々の魂を鎮めるためですね。で、歌を歌うっていうのは、歌を歌うことによって、まあ、言霊が体に入って清められるっていうね。日本はほら、シーカの伝統は非常にありますよね。まあ、和歌ですよね。万葉集とか、古今和歌集とか。まあ、万葉集でしょうね。万葉集って津々浦々の歌集めてますけども、詠み人知らずみたいな。もともと歌の起源というのは、体を清めるものだと。美しい言葉を口にすることで浄化されていくと。浄化されるというのは魂を鎮めることだと。で、そういう考えなんじゃねえのかって、折口先生は、まあ、勝手な妄想のようにも聞こえるんですけど、なんか、まあ、古典の文献を、まあ、一応参考にしながらそういうこと言ってて。だから基本的に日本のお祭りってのは鎮魂のためにあると。鎮魂のためにあるけど、一応神様を呼んでくるんだと、外から。で、まあね、日本って湿気が多いから、こうくすぶるわけですよ。日本家屋も風通しを良くして、お客さんを招いたりしないと、人がいない住宅ってのはすぐ傷むわけですね、湿気でね。今、少子高齢化っていうかね、お年寄りがどんどん老人ホームとかに入って、ほら、家が、戸建ての家で草ぼうぼうみたいなとこ結構ありますよね。誰も管理しないで、どんどん傷んでいくんですよね、風通しがないとね。だから常に人が入ってないと、日本の住宅っていうのは結構厳しいんですよ。ということです。で、まあ一応そういう祭祀の最高位が、まあ天皇陛下ってことになったんですよね。なんかどんどんなってきて、それが政治的に近代化するとき、市民社会の法体系を支えるのが、まあ、天皇陛下の権威、無に近い権威ということになったと。これは、この、人間の思慮によって動かし得ない人々を神の権威で引っ張っていくって、そういうことですね。お祭りだって神の権威で人々の心を沈めてんですね。どうやったって、まあ、荒くれ者がいてお祭りに殴り、喧嘩するっていうのもありますけども、それはあるんだけども、一番の目的は、やっぱり、人々の鎮魂にあると。人々って、まあ、その土地の何か湿った、鬱屈したものを浄化して鎮魂するっていう目的があるということですね。だから、まあ、お祭りのルールみたいなもんですね。祭りの際は喧嘩しちゃいけないとかね。祭りの際は口聞いちゃいけないとか、神事をやってる時はね、体を清めてこいとか、あれだって法ですよね。その法はやっぱり祭りに参加する人は守らなきゃいけないと。それすら守らない人は、だって、鎮魂の場を邪魔しに来てるってことになるから、まあ、追い出されるってことですね。ということは、その政治のことを祭りごとっていうのは、そういったとこから出てきてるってことですね。で、続きです。だが神に語らせたり、自分は神の代弁者であると宣言して信じられるのは、どんな人にもできることではない。
立法者の持つ偉大な魂こそ彼の使命を証明すべき真の奇跡である。どんな人でも石板に文字を刻み、神託を買収し、何らかの神的なものと交わりがあるかのように、秘密の交わりがあるかのように装い、取り押し込んで自分の耳にささやかせ、その他人民を騙す卑しい手段を見つけ出すことがはできる。今言っただけの知恵しかないものでさえ、ひょっとしたら一群れの愚か者を集めることはできるかもしれない。だが彼は決して国を建設しないだろうし、彼の無法な仕事は彼と共にやがて滅び去るだろうということです。神の言葉を語ったり、神の代弁者であるっていう宣言するのはどんな人でもできることじゃないと。まあ預言者ってありますよね。イエス・キリストってユダヤ教徒なわけですよ。まあユダヤ教徒って神学者がいっぱいいるわけですね。で預言者も出てくるわけですよ、時々ね。でイエス・キリストが洗礼を受けたのはヨハネっていう人からですよね。バプテズマを受ける。オスカーワイルドのサロメでね、首切られちゃってお盆に差し出されて出てくるヨハネの首の話がありますね。なんかレオナルド・ダ・ヴィンチかが絵描いてますよね。違ったっけな。確か。でヨハネって人が預言者で、その人から洗礼を受けたわけですよ。でもまあキリスト自身も預言者になっていくわけですね。でまあその前の預言者って、まあ他にもいるわけです。モーゼも預言者だし、まあその後はマホメットも預言者ですけど、神の声が入ってくる人ですね。ということですよ。まあだって日本の古事記とかだっけ、まあ飛騨のアレとか人が書き取った なんか神がかった人が喋ったんですよね、確かね。ちゃんと調べて喋れって話ですけど。まあ結局日本の天地開闢から誰が元ね、誰が書いたのかって問題なんですけども、これ誰が、誰が書いたの、誰が書いたの、大野安麻呂って人が編集したのか。編集しただけだから、まあ元あった神話を集めてきて、でも神話を語ってた人がいるんですよ、結局ね。おそらくまあ平家物語はもう全然違いますけど、軍記物でも琵琶法師たちが、琵琶弾きながら交渉で伝えていくって話になってますよね。だからその口で交渉によってこう神の言葉を語る人たちがいるわけですよ。神はこう言ってるって言って、で私は神の代弁者だとか言って出てくる人がいて、そういう人がまあ国家を作っていくと、国家を作っていくという法を守らせる権威があるから、みんな信じれば守りますからね。でそういうのはその世の東西かかわらずありますよね。だけど、まあギリシアだってあれですよね、ソクラテスの時代だってこうなんか神託がある、アポロンの神託とかあるわけですね。なんか神殿があってそこで神託を受け取ってくると神の言葉を聞いてくるみたいな、ありますよね。で石板に文字を刻みたい、これモーゼの実戒のことですよね。で鳥に押し込んで自分の耳にささやかせる。プロゴルファー猿にベニバチっていう女性ゴルファーが出てくるんですけど、肩にインコが乗ってんですよね。なんかあれが喋りかけてきて、なんだろう、キャディの代わり、キャディの代わりに、インコだかオウムだかが喋ってくれて、すげえシュールだと思いますけども。肩に、なんかだから漫画のキャラとか、肩にインコが乗って、肩にインコが乗ってる系のも多いですよね。ドラゴンボールとかなんかいるじゃないですか、ヤムちゃんの隣にいる変な、プーアルとかいう、プーアルだっけ、なんか、ムササビみたいにいいんじゃないですか。ああいうキャラをちょっと入れるとまあ会話になりますよね。対話ディアレクティ系が発生するんで、その主人公に
いつも犬を連れてて、まあポケモンなんかそうじゃないですか。サトシの横にポケモンがいるわけじゃないですか。ポケモンがどういう話なのか私はよくわかんないんですけど、ベニバチにとってのインコみたいなもんでしょ。鳥を仕込んで自分の耳にささやかせね、あるわけですよ。マルタ女っていうのがいて、なんでマルタ女ってなんだって。ツインピークスに出てきて、マルタをいつも子供のように抱えてるおばさんがいて、マルタがこう言って言ってるわとか言って、まあ、神の言葉を代弁するおかしな村人が出てきますけども、まあ、ああいうのはよく演劇のテクニックでありますよね。ということです。で、そういうことは、まあ、もしかしたらこの人は神の言葉、その辺の町の拝み屋さんとかね、占い師みたいな。占い師にとっての水晶玉だって同じですからね。ベニマチにとってのインコ、サトシにとってのポケモンと一緒でしょ。水晶玉にこう、メッセージが来てますみたいなね。夕方メールみたいな感じで言うわけじゃないですか。で、そういうことで一群れの愚か者を集めて騙すことはできるかもしれないですね。なんかオンラインサロンに行ったらね、そこの主催者が水晶玉に話しかけてるみたいなね。で、この水晶玉が言った通りあれはみんな成功できて、億万長者アーリーリタイアできますとか言ってね、ひょっとしたらそういうこと信じちゃうやつもいると、ということですよ。だからそういう人たちは決して国を建設しないし、彼の無法な仕事は彼と共にやがて滅び去るということです。法を作ることはできないですよね。法を作って守らせないと国って永続 しませんから、単にカルト宗教が集まって水晶玉の中の覗いてるだけでは、まあ、続かないわけですよ。それはせいぜい50人ぐらいしか集められない。50人以上集めるとやっぱりルールを守らせなきゃいけないっていうことらしいんですよ。なんでもね、50人以内だったら一群れの愚か者だから、まあその程度は騙し続けられるわけですね。まあ、飲食店とかももしかして50人以上来るような店になると、まあ、従業員は増やさなきゃいけないですよね。従業員教育が必要になってくると。ラーメン屋はカウンター6席で回してる ラーメン屋なんか別にそんなに、まあオーナーっていうかね、その店の主人がマスターがしっかりしてりゃいいんでしょうけども、50人の客に料理を提供するってなるとルールが必要ですよね。ちゃんと紙に書いてマニュアル、まあマクドナルドみたいなもんですよね。スマイル0円みたいなね。で、あのちゃんとオペレーションシステムが必要になってきますね。オペレーションシステムをちゃんと作ってさらに拡大していくってことが大切になってきますよ。一群れの愚か者が集まってて、客とマスターの境が曖昧なスナックみたいな形式じゃね、ママが人生相談に乗ってくれますみたいな。昨日私なんだっけ、 NHK の歌舞伎町のコロナ対策みたいな番組やってて、麻雀やりながら見てたんですけど、歌舞伎町の人たちは助け合って生きてんだみたいなね。なんかその深酒店っていうのなんですね。深酒店、午後その風俗風営法上キャバクラとかホストクラブって1時で終わりなんで、その後アフターで客とか従業員が朝まで飲みに来る店があって、まあこういうところがほら今キャバクラとかホストクラブとか、まあ閉まってるっていうのもあるし、まあ、あの深酒するなってお店から言われてて、まあアフターがないから潰れそうなその夜の店があって、まあ、そういう店の雰囲気っていうのはなんかこのお友達ですよね。あのマスターとお客さんが、なんか手伝ってって言われればカウンターの中入ってきちゃうみたいな。まあそれはあの50人以下の店だったらそれ全然 OK ですよね。あと50人以上同時に客を接客するとなると、やっぱマニュアルがないとできないと思います。で、全然話がずれちゃったんだけど、国家を建設して、永続させていくには神の言葉が必要だと、立法が必要だと、立法者が必要だと、だってことですね。まあ、で一番簡単なのはその神の言葉によってやることだと。不死のものから、水晶玉なり神なり
なんかアポロンのなんかの神殿で言葉を受け取るとかね、そういうことですね。まあ日本大嘗祭ってあるんじゃないですか。天皇陛下が最初にやる新嘗祭ですね。おととしやってましたけど、今上天皇もまあ神様と一緒にご飯食べるわけですね、一晩中ね。その年初めてできた収穫物を神殿に祀ってね、伊勢神宮ではまだ1日2回神様に食事提供してるんですよね。その部署があってちゃんと作ってるわけですよ。ということです。で、まあそういうことであれば、まあ一部の人はそれで信じるだろうけど、大規模にすると、そこから抽象的な法体系を作っていかなきゃいけないと。で、続きです。空虚な威信は一時だけの絆しか作らない。絆を永続的なものにするのは英知だけである。ということです。空虚な威信ですね。神の怒りに触れると罰が当たるぞみたいなのは、一時だけの絆しか作らないと。ハルマゲドンが来るから君たちだけは信じた者が救われますって言ったら、一時だけの絆しか作んないわけですね。で、絆は永続的なものにするのは英知だと。デモクラシーですよね。今のところデモクラシーって絆を永続的にするための、まあ、民主的プロセスが一応、この19世紀、まあ、フランス革命以降か。まあ、だからこれ、ルソーが考え出したことですね。一般維新の指導のもと、法を作っていくっていうことが、永続的な国家を作って、人間の生命と財産を保護してくれるって考え方ですね。これが英知ですよね。そうだ、マキャベリの言葉はこれで、中が入ってるんですけど、ちょっと紹介するの忘れちゃいました。マキャベリは言う、いかなる国民においても神に頼らないで特別の法を交付したことはないのは真実である。なぜならそうしなかったら彼らは受け入れられなかったろうから、賢者には認められても他の人々を納得させるほどに自明でない多くの利点がそうした法律には存在するのである。ティトゥース・リビス論第1編第11章。これティトゥース・リビス論っていうのは確か岩波文庫に入ってますね。私はちょっと持ってないんですけど。いかなる国民も神に頼らないで法を交付したことはないと。まあ、日本ではアマテラス大神の祖先に持つ天皇陛下ってことですね。が、まあ、その最初の王政復興にあたって、近代化するにあたっては、まあ、明治天皇の権威によって まあ、法を交付していったってことですね。新しい国民を統治するための法を。ということです。で、そうしなかったら、まあ、みんな受け入れないですよね。ということですね。で、続きです。永久に滅びないユダヤの法。10世紀ものの間、世界の半ばを支配してきたイスマエルのこの法は、イスマエルとマホメットですね。これを命じた人々が偉大だったこと、今日なお告げせらしている。まあ、ユダヤ教の、まあ、律法ってありますよね。律法とか、律法ってのは律するの方の律法ですね。あと、まあ、イスラム法みたいなもんですね。まあ、ちゃんとほら、今もイスラム法守って頭にスカーフ巻いたりしてんじゃないですか、女性たちね。まあ、イスラム法は厳しいですよね。ラマダンがあって1ヶ月断食したり、キシャ、ザカートとか、メッカに巡礼するとかね、一生に一度行けたら。1日3回礼拝、3回から5回礼拝するとかね、メッカに向かって、ああいう律法がありますね。で、今も守ってるってことは、これ永続的な法だからですね。で、命じた人々も偉人だったと。まあ、そのユダヤ教なりイスラム教の預言者も、預言者ってマホメットしかいないですけど、マホメット偉大だったってことですよ。で、そして傲慢な哲学や盲目の党派心。傲慢な哲学って、これ、ボルテールのことを指してるそうなんですけど、中によると。まあ、ボルテールはなんかマホメットをディスってる、なんか演劇、戯曲みたいなの書いてるんだよね、これね。で、これらの偉人を幸福な詐欺官としか見ないのに対して、真の政治家はこうした人々の立てた制度の中に、
永続的な大事業を滑るあの偉大にして強力な天才を賛美するのである。偉大な政治家、立法者っていかに大変なことかよく知ってるってことですね。すべて以上述べたことからウォーバートンとともに、政治と宗教が我々の間では共通の目的を持つというべきではなく、むしろ諸国民の起源においては宗教が政治の道具として役立つと、結論しなければならないということです。宗教には信念が必要ですよね。まあ、政治にだって信念が必要なんですけど、政治は単なる利権の分配っていうか、まあ、権力の分配ですよね、になってんだけど、信じること、権威と権力って分かれてますからね。日本においてはその天皇陛下に対する公義務とかいうのと、まあ、国家に対する義務っていうのは、まあ、分かれてたんでしょうね。国家、普通の政治は権力争いだけど、精神的権威っていうのはまた別にあって、それは天皇陛下が担ってたと、いうことだと思います。そういうふうに日本だと分かりやすく分かれてるけども、まあ古代ギリシアだとそのアポロなんか神託と、あとまあ民会でも元老院みたいなところで話し合うのが分かれてたかもしれないし、まあキリスト教が精神的権威で、ブルジョア市民社会が政治を議会制、まあ、フランス革命後はですよ、まあ、国民議会開いてやってて、でまあ宗教が政治に干渉してこないように、まあフランス革命では宗教が政治の道具にならないように、この後ですよね。まあ、ルソーが書いた後ですよ。教会財産全部没収するんですね、国家がね。ってことやります。でもうそれを担保に新しい紙幣を、アッシニアとかいう紙幣を印刷するってことになっていくということになります。まあ、イギリスだと、ね、エリザベス女王と、まあ、デモクラシー。まあ、イギリス国教会もありますけど、アメリカにおいては、まあ、アメリカだってキリスト教国家ですから、宗教が政治の道具として役立ってますよね。福音派みたいな3割ぐらい、共和党を支えてるような保守の人たちって、ゴリゴリの、なんていうか、福音原理主義みたいな、キリスト教徒ですよね。ということで、政治と宗教が、まあ、共通の目的と持つというよりも、宗教は政治の道具として使われて、政治が行われていると。日本だってほら、連立、与党に公明党が入ってますね。まあ、元は、日蓮聖人の作った仏教の 一派ですよね。これが、なぜ、今も日本の政治の中枢にいるのかっていうのをよく考えてみないと、宗教は政治の道具になっているということは、まあ、これはもちろん分かってるわけですよ。で、俺はまあ、細かく、まあ、私は販売コンテンツの日本の政治的勢力の均衡とか、というコンテンツ作ってんで、まあ、一部はもうサポーターの方に公開してありますけど、まあ、靖国神社の問題とかもそうですね。宗教が政治の問題とすごい結びついてるのは、一番細かく出てるのは、靖国神社の問題だと思いますけども。そういうことがあるということです。だから立法するのは難しいと。神的な力が必要。神的暴力、神話的暴力って、デリダが法の力っていう本で言ってますね。立法するってどのぐらい大変なのか、デリダもデリダで書いてますね。なんかベンヤミンの、なんだっけ、なんか、論文を解説しながら書いてますよね。ウニベルタシスかな、出てますけど。私も持ってんですけどね。ちょっと解説する力ないんで、まあ、先にルソーから解説した方がいいでしょう。ルソーを読まなきゃデリダを読んでも面白くないと思うんですよ、私ね。それはデリダも読む。読む。フッサールとかハイデガーも全部読まなきゃいけないんですけど。
ということでした。今日はここまで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。